はい、それでは皆様感謝してまーす。ありがとうございます。それでは参りまーす。せーの、ひとりさんの愛と光と楽しいを配信するオフィスアナエです。イエーイ。はい、からのみんなでよー、せーの、だんだんよくなる未来が明るい。ありがとうございます。ということで本日もお元気なお顔見せてくださりありがとうございます。はい、ということでね、皆様のおかげさまで昨日は11月1日楽しい三分祭り、劇文支店の式典、楽しい丸館115出陣式、そしてビヨンカツ感想会大成功となりました。ありがとうございます。はい、四天王の皆様、八人衆の皆様、お呼び出しの先生方、素晴らしい曲の、マリジョイシをはじめ皆様、そして、秩父の楽しいお話をしてくださった皆様も本当に本当に楽しい時間をありがとうございました。はい、ということでね、改めまして今日もよろしくお願いします。はい、ということでね、ひとりさんの教えてくださいましたご神言、だんだん良くなる未来わかるよね、こちらいつも通り100回、みんなで楽しい時間をね言って、楽しい時間を過ごしたいと思います。そしてね、言える方は、1日1000回、チャレンジしてみてください。無理なくで大丈夫です。合計21日間、達成しますと、こちらのね、斉藤ひとり塾言霊師案認定とともに修了書が送られます。はい、そして今日も、嬉しいことに言霊師案様が、誕生されましたので発表させていただきたいと思います。はい、まず、言霊師案、もうなんと80番台に突入しました。斉藤ひとり塾言霊師案82番より、滋賀県の南草津店、昨日も四天王様でした坪田三重隊長、おめでとうございます。はい、82番が同率だったので、次は84番より、岩手のビオマルカン、藤村麻里子隊長、おめでとうございます。そして、85番より、東京オフィス花江、坂本佳代隊長、おめでとうございます。はい、86番より、東京ひまわり健康クラブ、丸山千恵隊長、おめでとうございます。はい、87番より、千葉県の直安川地、川地ひろこ城主、おめでとうございます。はい。そして、88番やり、横浜希望が丘店、関口成子隊長、おめでとうございます。ということで、万歳いきまーす。せーの、万歳。よっしゃー。よっしゃー。はい、素晴らしいでございます。ありがとうございます。あ、みやちゃん隊長さんと、ひろし隊長さんも昨日もね、おめでとうございました。ありがとうございました。元さん、組ともね、素晴らしい、ありがとうございました。皆様もね、ご参加盛り上げありがとうございました。大応援もありがとうございました。ということでね、改めまして大成功のおめでとう万歳いきまーす。せーの、万歳。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございます。おめでとうございました。では、いよいよだんだん良くなる未来は明るい100回行きたいと思います。そして終わった後は龍神隊劇分を今日はみんなで合劇したいと思いますんで、よかったらそちらもお楽しみください。ということで、だんだん良くなる未来は明るい100回、皆様準備はいいですか？あー、それではだんだん良くなる未来は明るい100回出陣。ああ、それでは参ります。せーの、だんだん良くなる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 、
だんだん良くなる。だんだん良くなる。未来は明るい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 。だんだん良くなる未来は明るい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 。未来は明るい。すみません。ということで、だんだん良くなる未来は明るい。100回達成、おめでとうございます。せーの、バンザーイ。よっしゃー、ありがとうございます。からの、竜神退撃分、攻撃、参ります。せーの、友人の人体気分、我々の友人体は様々な方様のメインのもの下げて、朝ら下げて、褒めば砕けて、手は砕けて、ふわとび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 、ほいんで見せます。おいしいじゃん。ありがとうございます。ということで、皆様のおかげさまでますますいい波動が入りました。おめでとうございます。おめでとうございます。せーの、ということで、今日もうちうち幸せなお昼の時間をありがとうございました。ありがとうございました。感謝してます。ありがとうございます。ということで、今日夜、早ければ18時40分ぐらいから、取扱店さんだけのズームの後に1000回の旅もやらせていただきますので、よかったらお気軽にご参加ください。ありがとうございます。ということで、引き続き午後もお機嫌で絶好調。それでは、ありがとうございました。それではご機嫌よう。5秒前4、3、3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。